ランス、中村俊輔、フリーキック最多得点記録24得点をマークしている。その中村俊輔、ふわっと浮かせてきた、同点追いついた、大井健太郎が決めた。セットプレーからですね。ジュビロ磐田、この試合もセットプレーから得点。大井健太郎、今シーズン5点目。大井が決めました。磐田が警戒していたそのセットプレーなんですよね。はい、直接ではなくふわっと浮かせてきました。最後は大井健太郎、左足で合わせました。まあ、あの助走を見たら、そのまま狙って直接狙ってくるのかなっていう助走から、はい、最後ブレーキをかけてですね、合わせてくるボールに変えてるんですよね。はい、今のキックの精度、さらには